はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、容積率について解説いたします。容積率ってどんなものかっていうと、どれくらいの大きさの建物を建てることができるかというものを数字で表したものが容積率なんですね。大きさです。どれくらいの大きさの建物を建てることができるか。具体的に言うと、床面積の合計ですね。合計してどれぐらいの床面積の建物を建てることができるかと、まあ、いう話なんです。ちょっと具体例見ていただきたいんですけれども、まあ、敷地面積が100平米の土地があって、ここに、まあ、1階あたり50平米の、建物、3階建ての建物を建てると仮定します。そうすると床面積の合計っていうのは、50たす50たす50で150ですよね。まあ、これ延べ床面積と呼ばれるんですけれども、150平米です。なので、この場合、容積率っていうのは、敷地面積に対する延べ床面積。つまり、計算式で言うと、これ割るこれなんですね。延べ面積割る敷地面積。まあ、つまり、これは、容積率は、まあ、150割る100で、これ 150% ということになります。で、前回お話しした、建蔽率の話で言うと、敷地面積に対して、どれだけの建築面積があったか、っていうことだから、この図で言うと、100分の50ですね。建築面積50平米だから。つまり、10分の5。建蔽率が 50% となります。まあ、今回は容積率なんで、延べ床面積で考えますということですね。で、この容積率っていうのは上限があって、それは都市計画で定められています。都市計画で、この土地っていうのは、例えば容積率 100% ですよとか、こっちの土地については 400% ですよとかっていう、まあ、決まっているんですね。で、これなんで容積率を決めているかっていうと、例えば、低層住居専用地域では、まあ、最大でも都市計画で 200% まで定めることができるんですね。なので、この図で言うと、延べ面積200平米までの大きさの建物を建てることができるっていうことになります。で、なんで、低層住居専用地域、200平米までって決めているか。というと、これどれだけでも大きい建物を建てることができるとなると、低層住居専用地域の住環境が損なわれるんですね。大きな建物を建てるということは、その分人口が増えます。つまり、まあ、うるさくなるわけですよ。例えばこの図で10階建ての建物を建てるってなってくると、50で500平米ですよね。まあ容積率は 500% になるんですけれども、そうなってくると、まあ、人がたくさん住むようになります。低層住居専用地域の、まあ、性質に合わない。低層住居専用地域っていうのは、低層の住宅を建てて、まあ、閑静な住宅街を作る目的で指定している地域なんですね。だから、そこの地域に見合わないような地域になっちゃうわけです。だから、その地域地域に見合った容積率を決めるんですね。商業地域であれば、まあ、最大で10分の130。って決まっております。都市計画で決まっております。まあもちろん特定街区っていうようなね、特別な場所はまた別なんですけれども、基本的には都市計画で商業地域は最大で10分の130が上限だよっていうふうに決められております。なので、まあイメージとしては容積率っていうのはどれくらいの大きさの建物を建てることができるのかということをまず頭に入れておいて、まあ計算式もできれば頭に入れておいた方がいいです。敷地面積分の延べ面積ですね。延べ面積っていうのは床面積の合計です。で、これがまあ基本的な内容なんですけども、実は容積率にはもう一つあるんです。今話した内容は都市計画で定められた容積率の上限なんですね。まあ都市計画容積率とも呼ばれるんですけども、この上限だけじゃなくて、実はもう一つ容積率の上限があるんですね。それはどういったものかというと、全面道路容積率と言われるもので、全面道路の幅員が12メーター未満の場合っていうのは、この全面道路容積率、これも一つ容積率の上限になってくるよっていう話なんですね。つまり、この建物の全面道路、前の道路の幅員、つまり幅です。幅が12メーター未満の場合は、全面道路容積率っていうものを計算します。ちょっと今回は計算式省略するんですけども、ここで計算した容積率と、ここの都市計画容積率、両方とも制限がかかってくるって話なんですね。つまり2つの制限がかかってきて、どちらの制限も満たさないといけないよという話になってくるんです。例えばなんですけども、
こっちの都市計画容積率が 200% でしたと。で、こっちの全面道路容積率、こっちが 150% でしたと。計算した結果。この場合、どっちも満たさないといけないわけだから、こっちのちっちゃい方が適用されるんですね。こっちの方が制限厳しいので。ここちょっと頭に入れておきましょう。都市計画容積率以下であって、かつ全面道路容積率以下でないといけない。つまり 200% 以下、かつ 150% 以下。ってことは結局はちっちゃい方の 150% 以下が適用されるわけですよね。まあ、だから、ま、今回のこの図で言ったら、これ 150% だから、これは OK です。こういった建物を建てることはできます。一方で、もしこれが 180% の建物だった場合は、これ建てることできないんですね。都市計画容積率は満たしているけれども、全面道路容積率、こっち満たさなくなりますよね。そうなってくると、そういった建物は建てられませんよ、ということになりますので、ここも注意しておいてください。全面道路の幅員が12メーター未満の場合は、この全面道路容積率も制限かかってきますよ。つまり、都市計画で定められた容積率も満たさないといけないし、全面道路容積率も満たさないといけない。どっちも満たさないといけない。ってことは、結果的には小さい方が適用されるよってことなんですね。まあ、今回はこっち200と150にしたんですけども、もしかしたらこっちが200でこっちが150っていう場合もあります。そういった場合は小さい方のこっちの150が適用されるということになります。まあ、ちょっと今回は全面道路容積率がどういったものかまではお話ししないんですけれども、まずはイメージとして、この容積率がどういったものなのかっていうことを頭に入れていただければと思います。そうすると、容積率の理解もどん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 深まってきますので、まずは基本知識をちゃんと頭に入れておく、理解をしておくってところから始めていくのがいいと思います。そして弊社レトスでは個別指導を行っております。理解をしながら学習したい、次の試験で絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。